1993年から1998年、モーニングにて、オフィス北極星、天才、桜担当になります。1999年から2000年、ミスターマガジンにて、突破魔の海洋団、天才、桜担当になります。2001年から2002年、リードコミックにて、レネゲイド、連載。2001年から2005年、ビッグコミックオリジナルにて、ポリスステーション、羅生門、連載、桜担当になります。2002年から2005年、チャンピオンレッドにて、不安の種、連載。2006年、近代マージャンにて、迷彩都市、カモフラージュシティ、連載、桜担当になります。2006年から2008年、コミックランツインズにて、夏侍、連載。2007年から2008年、週刊少年チャンピオンにて、不安の種プラス、連載。2007年から2009年、ビッグコミック、オリジナル増刊にて、フラグマン、連載、桜担当になります。2010年から、コミックデイズにて、ボーイショーラジオ、連載中です。2011年から2012年、週刊少年チャンピオンにて、ブラックジャック、青き未来、連載、桜担当になります。2012年から2015年、ビッグコミック、オリジナル増刊にて、開かずの名もみ、連載、桜担当になります。2019年から、チャンピオンレッドにて、不安の種、アスタリスク、連載中です。以上は、中山正明先生の、主な作品になります。